皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。早速ですが、グラブル実況パート16やっていきます。それよりゼノゴフマナフの動画はどうしたんですか？ああ、うん。ちゃんと撮ったんだけどね。え、じゃあなんであげなかったの？編集終わったのがイベント折り返しすぎてたからね。つまり面倒だったんだな。というより、今更感が強かったんだよ。とりあえず、古戦場も始まったのでヘル90やっていきましょう。今回は日入りだけど、見たことないやつだな。古戦場1個目玉と M のイメージが強いから新鮮ですね。血の見えるって持ってたっけ？いろいろ迷ったんだけど、サクッとで取りました。クリムゾンフィンガーかグラスかと思ってたんだけど。アグニスも手に入ったからクリムンかなと思ったんだけど、エッケドックスの選択肢もあるからね。じゃあ、今回はアグニス使ってるんだ。しまいよまい。正直言って少しずつ武器は上がってきたんだけど、キーアゲの餌が足りてません。なので、今回はマグナ先生でお届けします。以前の特典の動画上げて以来なんか変わった。あれはエセロカナ先生だったからね。本条件としては、オールドエッケドックスを3本入れたのと、一個目の追加ですね。クリティカルでれば通常30から40万は出そうだぜ。本当に先も大きいからね。あとは連撃をどれだけ確保できるかだな。一応、賢者バックラスソチエが踊っている間はほぼ非命中は出ますね。踊っている間は、殴れないから割に合ってるかは微妙かもな。部屋のリカバの手ですね。今回も船からお借りしています。船は整備なく持ってるから、そこはいいですよね。古戦場のヘル90登場だと軽減あってもいいかなと思ってね。でも、あまり大きな一撃も今のところ来ませんね。全体中を投げてくれたいくかな。今のところ戦車の耐性アップでしのげてますね。防御アップもついてるからね。だいぶ死ににくい構成にはなっております。時読み。うん、ポッケとクリフィンがあるから体力減ってると排水の効果が出てきます。これがうちの舞や。首を見せて。赤の舞、遊撃。みんなまとめてたアルケミックフレア。まあ、これってクラリスイル。大切な人たちのためにね。私は毎回全体的に絶対かぶせやすいし、そのだけでは足りないから入れてます。残念がいる場合は入れ替えた方がいいかもね。水着部屋とか腰痛くね。次来た時にでも狙うといいんじゃないかな。6の灰宇宙こんな感じ。ミストの攻撃デバフが外れました。ミストしか攻撃デバフがないから攻撃しなくなりそうだぜ。甘いさ、たっぷりどうぞ。敵のデバフは結構弾いてくれてますね。いっけゆえるちゃん、火きれいやね。このエルンコンビはいいですね。地面に踊ってる時、防御ダウン絶対シンアップも賢者バフあればそこまでにはなりませんね。あとは、内輪のカウンターでしのげば大丈夫そうだよね。マウマウよ。これが、うちの舞や。うわぁ。さあ、覚悟しや。ドカーン。どうぞ。マウマウよ。攻撃デバフが切れてしまったんだが、だって系じゃないとやはり不安要素になりますよ。甘いぞ。たっぷりどうぞ。今度レンチ買ってこないんですかね。さあ、決めたって頼りにしてるよ。これがうちの舞や。敵を見せて。赤の舞、遊撃。みんなまとめてたパート。アルケミックフレア。
な人たちのために私はマウスだ。知らない。絶対両方外しました。どうぞ。今はマウスを打つための体勢がありますか。あ、でも倒せました。今回はこんなところですかね。ご視聴ありがとうございました。今回でアグニスも3突できたので、そっちも頑張ります。よろしければチャンネル登録お願いします。